2007年8月31日初音ミク誕生から10周年、またここから始まる。まるで歌うようにプレイするシンプル爽快リズムゲーム、ここに極まる。初音ミクプロジェクトディーバフューチャートーンデラックス、プレイステーションストアで配信中の初音ミクプロジェクトディーバフューチャートーン。配信中の全てのコンテンツに追加要素をプラスしたデラックスなパッケージ版登場。だから全238曲の収録楽曲、396種類のコスチューム、これはまさにプロジェクトディーバの集大成です。プロジェクトディーバシリーズやプロジェクト未来シリーズに収録された楽曲に加えて、プロジェクトディーバアーケードの楽曲も収録。2017年最新曲まで1日1曲プレイしても半年以上、ぶっ通しなら10時間以上。空前絶後のデラックスなボリュームに圧倒されること間違いなし。リズムゲームはリズムに合わせてボタンを押すだけ。いろんな人にプレイしてほしいから、最大5つの難易度が初心者さんから巧みなあなたまで柔軟にカバー。キーコンフィグ機能が最強の遊びやすさを実現。さらにプラクティス機能で苦手を克服。刺激が欲しいそこの君、サバイバルコースでどこまで連続クリアできるか挑戦だ。オンラインライティングにも対応。さあ、世界のてっぺん取っちゃってください。初音ミク誕生10周年記念コスチュームとゴーストレールをイメージしたコスチュームも登場です。リズムゲームをクリアしてコスチュームやアイテムをゲット。衣装はそのままに髪型をチェンジ。コーディネートの幅は計算するとすごいことに。あ、考えるのやめよう。今日の夢を見、PV プレイリスト再生で好きな楽曲を好きなだけ楽しめる。また PV フォト機能がエクステンド。視野の楽しみがグググッと広がります。そう、これまでもこれからも果てしなく広がる歌姫の世界を感じる究極のプロジェクトディーバ。未来の歌声をずっとあなたのそばに。初音ミクプロジェクトディーバフューチャートーンデラックス、11月22日発売。予約特典は人気アーティストが作曲したゲーム中の BGM、 ジングルなどを集めたスペシャルミニサンタラ CD、 話題のこの曲も収録。ご予約はお早めに。限定版初音ミクプロジェクトディーバフューチャートーンデラックスメモリアルパック発売。初音ミクプロジェクトディーバシリーズ6作品に登場した各オープニングムービーと PV を合計227曲収録したブルーレイムービーディスクが3枚組でドドーンと同梱。まさにメモリアルな記念碑的豪華限定版をぜひあなたのそばに。